赤星憲広、CS は阪神の3連勝。元阪神で野球解説者の赤星憲広氏、47歳が13日、放送の NHK 大阪、クライマックスシリーズ直前、夢の関西対決へ、ほんまに頼むでスペシャルに出演し、CS は阪神が3連勝で日本シリーズに進出すると予言した。ファーストステージを勝ち上がったチームは勢いがあるという意見もあるが、赤星氏は圧倒的な投手陣を誇る阪神には不利にならないと考える。ファーストステージに出たチームは主戦投手が必ず出るので、阪神とやるときは裏ローテ。阪神は3人の素晴らしいピッチャーが行きますので負ける要素がない。何も問題なくストレートで勝つんじゃないですかと分析した。ただ、日本シリーズでオリックスと対決した場合は、投手力は両チーム全く差がないと評価。その場合鍵を握る機動力について、阪神は近本と中野の働きが重要と考える。オリックスの大ファンでお笑いタレントの岡田圭介、54歳は、この二人はほんまにいいや。だから欠場してくれ、早めに V 旅行してくれと懇願していた。赤星って結構イキリキャラだよな。この理論が本当なら CS 敗退する優勝チームなんて存在しないやろ。でもそこで一つでも落としちゃったら、阪神の裏ローテ VS 相手の表ローテになって一気に大ピンチやん。ラストエリクサーのみするから。DeNA 阪神にだけ強い石田浜口を使うで。まあ実際、阪神が負けるイメージがない。今年の阪神ガチで強いからなベースにほんの少し可能性あるくらい。負ける気声援地元やし。なんか優勝決めてから金打になっちまったからな。敗退するかはわからんが結構苦戦すると思うわ。つか普通は勝負にならないからな。ソフバンとか広島とかはやらかしまくったり主力怪我でいなかったからまくられてるけど、普通は順当に行くんよ。赤星の解説、めっちゃ巨人びいきで笑っちゃうんすよね。むしろ背も、パも、3位のやつが来て、みたいなシリーズにしようや。まあ普通に考えて今年は、ノーチャンスやロセタ共に1位と、それ以外の実力差ありすぎる。まあタフラグ立てて草。横浜が勝ち上がってくる前提で喋ってるやつよりまし。多分その通りなんだけど、希望を奪わないでくれ。赤星ってシーズン前、広島をダントツのビリ予想してたよな。これでまかり間違って、広島が CS 突破したら、坊主にして同級生の荒井に土下座せなあかんな。普通に言ってること立川と変わらんぞ。盛大なフラグを張ってくれてる。